こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのはカバレフスキーという人が作った初めての曲。どんな曲か聞いてみてね。最後に両手がバッテンクロスになってかっこいい曲だね。まずこの曲で大切なのは指の場所。真ん中のドの音に右手と左手の2番の指をセットして、順番に2、3、4、2、3、4と進んだら、今度は両方の指が離れるよ。鍵盤一つ分、右手はレのとこ、左手はシのところに移動して、また2、3、4、2、3、4。そうしたら、さらにもう一個離れるよ。右手はミのところ、左手はラのところまで2の指を動かしたら、今度は2番からじゃなくて外側の4から動くから気をつけてね。4、2、左も4、2。そうしたら今度はだんだん近づいてくるよ。一つ隣の鍵盤に移って、左、右、4番がファとソのところに来たら、4、2、4、2。最後は元の位置に戻るよ。真ん中のドに2番があったよね。そこに戻ってきたら、やっぱり外側の4番。左も4番。右手の3番。左手の3番。右手の2番を弾いたら、今度は左手はジャンプして、高い方のドを弾くよ。ドの鍵盤は黒い黒鍵。この黒い鍵盤が2つ並んだところの左側だったよね。真ん中のド。最後に左手で弾くのは1つ高いドだよ。もう一つ気をつけるのは、一番最後の段は右手と左手の指が同時に重なっている場所があるよ。右手の4を弾いたまま左手の4を弾いて、左手の4が離れないうちに右手の3、右手の3を弾いたまま左手の3。この場所はゆっくりゆっくり練習してみてね。それじゃあ最後に通してみるよ。最後のドの音がバッチリ決まるとかっこいいよね。よく練習してみようね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたら、グッドマークもよろしくお願いします。